沖縄の風の基地にアメリカ軍の F-22 ラプターが飛来したんだってな。F-22 ラプターが沖縄に来るのはかなり久しぶりだよな。F-22 ラプターといえば、ロッキード・マーティン社とボーイング社が共同で開発した隠密性が高いステルス戦闘機だよね。そうだね。ラプターは猛禽類の意味で、空戦による戦闘空域の制圧を任務とする制空戦闘機として開発されたんだ。開発元のロッキード・マーティン社は航空支配というキャッチフレーズを用いてるそうだよ。ほえ、なかなか強気なキャッチフレーズだな。F-22 はステルス性が高いこと、アフターバーナーを使用しないで超音速巡航ができること、短距離離着陸ができるという三拍子揃った性能を持っているんだ。現在の世界の戦闘機の中では最強じゃないの？うん、最強と言っても言い過ぎではないよね。ステルス性能が高いということで、敵側のレーダー探知距離を短くして、相手がこちらを発見する前に、こちらが相手を発見し空対空ミサイルで先制攻撃することが可能になり、よく映画なんかで見るようなドッグファイトになる前に、先に攻撃して撃墜までできる優れた性能なんだよね。ロッキード・マーティン社は先制発見、先制攻撃、先制撃破と呼んでいるようだね。その性能プラス、約1000メートルの短距離で離陸も可能なんだよね。いや、やっぱ最強やんか。うん、最強だね。その最強戦闘機が、なんで今回は沖縄入りしたの？訓練か何かのためかな？今回はなぜアメリカ軍の最強戦闘機 F-22 ラプターが沖縄入りしたのか見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。少し前の話になるんだけど、2020年12月に沖縄の嘉手納基地にアメリカ空軍の第6世代戦闘機 F-22 ラプターが2機到着したことを一部のメディアが報道して話題になったんだ。これが事実なら沖縄嘉手納基地への F-22 ラプター戦闘機の飛来は2018年以来の出来事で、このアメリカ軍の行動は、中国や北朝鮮への牽制ではないかと言われてるんだ。確かにこの当時アメリカは中国や北朝鮮と特にごたついてた気がするな。突然、日本の沖縄に最強の戦闘機を送り込むのは何か考えがあってのことなんだろうな。そうだよね。前回の沖縄飛行から2年も経ってるんだもんね。訓練とかならもっと頻繁に来るはずだもんね。今回のラプターの嘉手納基地入りを指摘したのは、アメリカの民間航空機追跡サイトからの情報で、グアム島の空軍基地から空中給油機 KC-135R を随伴させていたみたいなんだ。翌日には同じくグアムの基地から戦略爆撃機 B-1B ランサーが発進し日本海方面に進出している。アメリカ大統領選の行方を注視する北朝鮮や中国への牽制行為ではないかと言われてるんだ。2021年は相変わらず微妙な緊張状態が続いてるみたいだが、それ以上のことまでは起きてないからな。バイデン政権になっても、なんとか遊戯は起きずに進んではいるよな。でも相変わらず北朝鮮がミサイルバンバン撃ってるし、中国も近隣諸国へのちょっかいは続いてるからな。決して落ち着いているというわけじゃないから、ちょっとのきっかけで何が起こるかわからないよね。確かに先行きは不安だよね。何も起こらないことを願うしかないね。日本でも2020年12月に航空自衛隊の次期型戦闘機の開発が本格的に始められたんだけど、現在の F-35 ライトニング戦闘機を調達する前は F-22 ラプターの調達も検討されてたんだよね。年々軍備の強化を図る中国に対して、数的優位性ではかなわないので、質的優位だけは確保しようという考えがあったんだろうね。なぜ F-35 ライトニングじゃなく F-22 ラプターにしなかったんだ？うん、それはね、単純にアメリカが売ってくれなかったんだよ。日本としては F-22 ラプターを調達しようと再三アメリカに掛け合ったそうなんだけど、アメリカ議会側は F-22 の輸出を認めないことを決定したんだよね。最新鋭の最強の戦闘機を調達できなかった日本は選択肢が F-35 ライトニングしかなかったということだね。なんだよアメリカらよ。同盟国にぐらい売ってもいいだろうがよ。ケチくさい国だぜ。ケチくさいって、確かに同盟国くらいには売ってくれてもいいと思うよね。F-22 ラプターは2005年からアメリカ軍では実装されてんだけど、2021年になった現在でも、世界最高の制空戦闘機と言われていて、小型の廉価版の F-35 をはるかにしのぐ性能なんだよね。F-22 ラプターを日本の自衛隊も導入したかったね。残念でならないよ。たくさん製造して日本にも回してくれてもよかったのにさ。うん、当時の航空自衛隊は F-22 戦闘機を何としても導入したかったみたいだけど、その製造コストの高額さから、わずか200機ほどの生産で打ち切られてるんだよね。何？アメリカでも200機ほどしか製造されてなかったのかよ。そりゃ日本に売ってもらえないわけだな。
現代の空中戦では戦闘機同士が交戦するような事態はほとんど起きないだろうけど、仮にそのような事態が発生したとしても、古い世代の戦闘機が F-22 を撃墜することはかなり難しいだろうね。F-22 の高いステルス性能は、現在においても敵のレーダーを無効化できると言われていて、敵を一方的に攻撃することが可能だと言われてるんだ。さらに空対空、空対地、空対艦などの様々な兵装の長射程化が進んでいることで、敵に全く把握されることなく、リスクを犯すことなく任務遂行ができるってことだよ。性能を聞けば聞くほど最強だね。敵国の中国やロシアなんかも、さすがにこれには対抗できないかな。中国やロシアだってもちろんこれに対抗するために第5世代戦闘機を投入してきてはいるんだけど、F-22 ラプターはもちろんだけど F-35 ライトニングにさえも、ステルス性能では劣っていると思うよ。でもね、中国やロシアもこのままじゃまずいよね。戦闘機ここの性能ではアメリカが頭一つ抜けてるから、戦闘機じゃなくレーダーやセンサー類を進化させることに取り組んでいるんだよね。近い将来、F-35 も F-22 も簡単に捕捉されてしまうレーダーが開発されるだろうね。でも、そうなるとアメリカがさらに高いステルス性能を持った戦闘機を開発するか、さらに敵に探知されない位置から攻撃できる長射程の兵器を開発するんだろうな。イタチごっこってやつだね。さらに現在は着々と実用化に向けて開発されてる兵器もあるもんな。うんそうだね。今各国で最も開発に力を入れている兵器は無人機だろうね。たった一人で何機もの無人戦闘機を安全な位置から操縦して、任務を遂行できて、さらに損耗を気にしなくてもいいんだからね。無人機を各国が導入するとまた戦闘のあり方みたいなものが大きく変わるだろうね。アメリカの第4世代戦闘機の F-15 戦闘機は、湾岸戦争などでも撃墜された記録はなく、圧倒的な生存力らしいが、F-22 ラプターも撃墜されることはなさそうだよな。日本が導入した F-35 ライトニングはどうなんだよな。F-35 も F-22 に比べると少し見劣りするかもしれないけど、かなり優れた戦闘機だからね。撃墜されるってことはそうそうないと思うよ。それに今は確かに F-22 よりも劣っているかもしれないけど、日本の自衛隊が運用し、改良を重ねていくことで、将来 F-22 に劣らない性能まで日本の開発者や技術者たちは、F-35 を仕上げるかもしれないよ。戦闘機開発はアメリカが今は一歩リード。でも近い将来日本が追いつきそうな気がするのは私だけかな？追いつくどころか追い越すことを信じてるぜ。今後も世界の戦闘機事情には注目していこうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。これからもよろしく。次の動画も見てね。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